昨日の、通報内容です。いつもありの大胆アイスの淡いケースですけども、今日訴状を持って行ったんですけども、その間にここ1週間間ぐらいだったと思うんですけども、生活保護適用証明書、訴状費用の給付申請ですね、それ用に使おうと思ってたものを盗まれてますね。裁判所行ってから前日も探してファイル挟んでたはずなんですけど、一瞬でも家の中置いてたらもう盗まれてるっていう状態ですね。こちらの状況として、記録付けということで通報させていただきました。以上です。はい、わかりました。次の通報なんですけども、かなり、老齢の方の若松さんっていう方が出られてるんですけども、後でちょっとまた内容言いますね。いつもの兄の第一弾アイツの淡井圭介ですけども、家の中からなくなってるもので、その貸金その名義貸しをさせられたような形 の、 その消費者金融3社からお金を貸されてるっていうその証明書、それが家の中からなくなってますね。それがあったら、だいぶ話がつながってくるんで、その、キャバクラへ連れて行った男、上村秀明というもののその印鑑証明書も家の中からなくなってますね。もう一人 の、 あの共犯者の新部というものに関しては、一応一部書類、移転者先の家の書類などは返ってはきてるんです。家から一回なくなって、ただその多分その貸金のところのその証明、アコムなどの竹内などの3社のその証拠が出てきたら、そのキャバクラついて行かれたところのその胸揉ませていた女が、その当時三井銀行の、井上京子という女、その女が長年、藤原大支店の、移転する前のところの貸し出し口にいたっていう話で、これでだいぶ話がつながってくるはずなんで、だから向こうは躍起になって、先ほども通報したんですけども、生活保護適用証明書をここ1週間以内に発行してもらって、訴訟費用の給付申請を通して、その適用生活保護適用証明書をその証明するものとして持っていこうとしたんですけども、もう家の中がなくなってましたね。だからもう相手も、全てのことがバラ、法廷でバレたらえらいことになるっていう連中が多分そういうのを隠蔽しようとしてるんだと思います。それなんとか探してもらえないですか。すみません、話の内容がちょっと分からなかったので。はい、消費者金融 の、 その、名義貸しを昔させられて、あと貸金とかも、でその時の、その名義貸しをした時、あと返済した時の履歴とかあるじゃないですか。その発行したその履歴っていうものを一式家に置いてたんですよ。それがいつの日かなくなってるっていう状態で、その仮執行までの勝訴までは、平成21年ぐらいには買ってるんですけども、その途中のところで物事が止まってしまってたんですね。で、その件は今書類を新しく、財産権で20年ありますから、書類を新しく作ろうとしてるんですけども、家の中から、その辺のことの話までは、以前その仮執行はお金のことだけでそのキャバクラに連れて行かれた件とかをの詳細っていうのを、結婚話してテレビに出た人間のその話とかでこう釣られて連れて行かれたのが、キャバクラで、その時は警察官の方4人突入してくれてるんですけども、だからその辺銀行とかまで話がつながっていたっていうのが、組んでた人間がいたっていうことがバレたら困るのがフィナンシャルグループで、フィナンシャルグループの傘下に精子の生産されなくなる薬があって
て、で、精神病院とかでそういうものを、使用している。でそういったものの件に関しての、証訴を取られている方たちもテレビのニュースで、放送されている。だから総合的に見たらとんでもない金額になってきたり、いろんなことがバレたら困る連中がただいるから、これだけ躍起になってしょっちゅう嫌なから盗んでるんだと思いますね。何回かその取り返してもらってるんですよ、警察官の方たちに。だからもう今、もう今日も正直もうリュックにいっぱいですね、持っていくものが今日の段階で。で全部が全部はその持ってなかなか、まあまあ今私らがちょっと聞く話ではなさそうなので、よろしいですか、ちょっと話が見えてこないんですけども。そしたら僕のホームページ、淡井圭介の履歴の、一番のところを見ていただいて、今日の日付にアップロードしているもので、名称がですね、そこで通報している履歴で受け答えしている内容とかを聞いていただいたら、ご理解していただけるかと思います。でその動画の名称がですね、ちょっと待ってくださいね、今探してますので。すみません、私らそんな動画を見ようとも思わないので、よろしいですか。一応お名前教えていただいてよろしいでしょうか。ありましょうの若松です。あ、若松さんですか。あ、そしたら若松さんだったら結構僕のことをご存知。知らないですね、ちょっとわからないです。話の内容がちょっとわかりませんので、よろしいですか。いや、まあ家の中から、その返済した利益に関してのものが盗まれてるっていうことと、あと上村秀明のものに関、印鑑証明に関して、盗まれてるっていう、そういったものは、通報という形で、まあ、取り返していただきたいという形で通報させていただきました。また緊急のことがあれば電話してください。話の内容からして今すぐ警察がどうこういう話ではありませんので、よろしいですね。その辺のところはちょっとよくわからないんですけど、文書化したらとかそういうことをおっしゃってますけども、その辺のところはよくわかんないですよ。若松さんの場合どう。ませんよ、もう切りますよ。ちょっとさあ、もう電話切りますね。そしたら、はい、記録はつけさせてもらいます。ということなんですけども、まあ、今も、証拠申出書などを作ってる途中なんですけども、まあ、高島彩アナウンサーのね、その答え SD カードの件などで、僕からの提案で、まあ、作られたゲームや、番組もそうですし、まあ、映画だとか、まあ、そういうふうなことの、証言ですね。で、まあ、この若松さんっていう人、いつもね、有馬警察署行ったりしても、書いといたらいいっていうことばっかり言うんですよ。で、こんなにもむちゃくちゃな件数になってくると、書いときゃいいじゃなくて、早く、その盗まれたものを探すのが警察官の仕事であって、で、それが、銀行とかはね、フィナンシャルグループの中の内部にどういうふうな人間が紛れ込んでいるのかっていう実態と、で、あと、正直この若松さんっていう人も昔から結構、見ているんで、その頃から老人なんですよ。今かなりの年齢じゃないかなと。だからこう、誰かを追い返すために、こう呼んできているのか、何か責任問題で、残っているのか、あるいは生活院とどういう関係者なのかっていうところはありますね。そこと結びついたら多分この人終わりですよ。だって貸金とかさせられていたっていうところとか、その辺の話とか、そんなこと聞いてないからとか、こちらは聞く気がないみたいな対応してたでしょ。多分組んでる。
決定的な僕の YouTube の言ってる内容っていうのを聞いたら時系列が全部わかるから、多分その人もアウトだと思う。書いていたらしまいじゃない。すぐに対応しなかったら、この世の中どこもかしこもそうなんですけども、まあ労働問題もそうですけども、違法だらけなんですよ。で、そういう人間あふれ返ってるから、ただしちょっとね、一部その知識がないがゆえに違法になってしまってるっていう部分もあると思います。その契約書っていう部分のところで何を書いていいのか悪いのかっていうところを分かってない人たちが多いんですよ。で、こいつだったら後で訴えてくる力はあるかなないかなみたいなところで多分物事を判断してるんだと思いますよ。だからその年金一月男性で15万円まで支給される人までたどり着けるのって50%なんですよ。女性なんか30%なんですよ。だからそれ考えたら、その昔から言われてたのが、その男性は退職金もらったら嫁さんに、かけてあげるもんだと、年金を。まあ、国民年金基金だとか、そういうふうな内容、それはなぜかっていうと、そのどちらか片一方はね、先に亡くなった場合だとか、まあ、もちろん家のローンの返済がまだ残ってるっていうケースは、老後になっても、それは人によってあると思います。まあ、ローンは基本的に35年で返済ですけども、みんなはみんな若いうちに結婚できるわけではないと。特に阪神・淡路大震災などがあった地域、まあ、東日本大震災もそうだし、熊本の大地震もそうだし、まあ、この間は能登半島ですよね。で、そういうような状況下の中で、そんなに世の中簡単じゃない。で、まあ、そういう部分も含めてね、年金を、まあ、嫁さんにかけてあげて、まあ、用意しておかなかったら、例えば、家のローンの返済とかそれだけじゃなくて、老後の老人ホームとかもそうなんですよ。老人ホームの方が、まあ、好きにテレビを見れたりだとか、そういう部分があるんでね、もう老人ホームに入る人って言ったら、もうほとんどの人は車椅子以上の人たちです。で、もう歩く力がなくなって、一人で生活ができなくなった人たちが、基本的に老人ホームに入れる。ただし、そこにはある一定の収入がなかったら入れないんですよ。だからそれは介護保険料プラス年金なわけなんですよね。だからその辺のところまで考えたら、例えば病院での看取り病院ということになってくると、まあ、全ての設備を見たことないので、私の知り得る限りでは、例えば4人部屋でね、テレビも何にもないっていうのは、かなりこれはもう精神的にも、その老後のその生活っていうのはちょっと厳しすぎると思いますよ。こう家族、例えば自分に子供がいなかったりしたら、自分の娘息子とかが会いに来てくれない。で、まあ、その老人ホームでね、その一人ぼっちっていうところ、そのエネルギーの残存問題ともう組み合わせると、結局フルーツフラワーパークの、どっか、この施設別になくてもいいかっていうようなところに、まあ、温泉が出てますから、その横にね、老人ホームを作っておいて、まあ、昼間とか、まあ、ある一定の時間があるときに、外をね、車椅子に乗せて、散歩させてあげたりだとか、一応、まあ、春から秋ぐらいだったらね、外出ても、一応花ぐらいは見れますし、そういうふうな、お金の使い方だいぶ間違えてますね、万博等々。だから、その辺のところで、ね、余計な体育館作ったりとか、するべきこと本当に分かってない。メタンガス抽出する装置とか、そういうものを、ね、その生ゴミだけをね、設置しておく場所はいっぱいあるのに、するべきことはしていない。この辺だったら、三井住友銀行の藤原大支店、もともと岡場駅の、まあ、エコールリラとは反対側の方向に、あったところ。あそこの建物を使って、中にそのメタンガスを、発生させる、まあ、貯蔵庫、生ゴミの貯蔵庫と抽出する装置で、もう少し北の方行くと、
漫画喫茶、そこももともとエロ業界関係だったが、僕が、通報するような形で、潰してるんですよ。250万円以下の罰金、刑法175条。だからそこも含めた、だから7件ですね、僕からは。まあ、そこも抽出する装置置いとけばいいですし、まあ、その間ぐらいに抽出する装置置くところ、まあ、他邸のところももう今廃業してますから、まあ、その建物も上の2階の部分を取ってしまえば、1階だけだったらね、倒壊っていうことはまずなかなかないですね。地震が来ても建物降るかっても結局上があるかどうかなんですよ。その辺のところで建設業界の人たちがするべき仕事っていうのは、もちろん上からの指示とかいろいろあると思いますよ。で、議員さんとかも、まあ、大したことない人たちが多い。だからするべきことっていうのができてない人たちが多すぎた。だから岸田さんも僕ともともと会って、まあ、仲良くしてくれて、で、岸田さんの方がだいぶ僕より年上の方ですけども、一回り以上ですね。けど自分の意見、なかなか言いにくいんだったら友達でもいいからって言ってくれてたんですよね。その1998年とかの頃、その岸田さんが。で、2人だけいる時ですよ。で、岸田さんのその家系をたどると、そのお父さんもお母さんもどちらの家系からも総理の家系なんですよ。だからそういう人でもその外務大臣になってしまうと、他の国の人たちとの付き合い云々とかで結局万博とかから抜け出せないのかもしれないっていうのが今の社会の現状なんですね。だからその一歩離れたところにある、だから僕は絶対政治家にならない理由っていうのはそれなんですよ。政治家になるのを誘われたのは二十歳ぐらいの頃からなんですよ。だけども最初は、まあ、法律のことが得意じゃなかったから、自分に自分が及ぶような世界ではないなって思ってたんですね。だけどもそれがだんだんいろんなことが分かってくると、あ、大したことないなに変わってきたんですね。で、そこの理由は何なんだろうっていうところを考えていくと、結局人付き合いなんですよ。あんまり親しくなりすぎると、相手の言ってることが間違えていてもそのままに受け入れてしまうでしょ。だからそれと同じで、例えば若松、まあ別に若松さんと親しいわけではないんですよ。その若松さんの場合はね、今警察官の通報の電話でやられた人ですけども、僕が証拠としての記録を持ってなかったら、被害者が自分がどんな被害を被ってたかの記録っていうのを所持してなかったら、自分から説明すらできなくなるでしょ。だからそこで考え方がもう間違えてるのと、正直に本当に若松さんの年齢って何歳です？もう多分70超えてるでしょう。違います？やっぱ80歳とかって無理だと思いますよ、仕事。だからこれはアメリカの人たちをけなしてるんじゃなくて、もしはアメリカの人たちに、例えば40代後半とか50代ぐらいの人を大統領に持ってきてほしいんですけども、その例えばジョー・バイデンさんも80代の方じゃないですか。で、体の動きを見ていても、その足つきがね、そんなに力強くなかったりだとか、そのやっぱり年齢的に無理だなっていうのは分かるわけじゃないですか。で、上が悪い上が悪いみたいな形にしたところで、で、またその高齢者を利用して結局下の者たちがね、ある程度社会的地位の高い人間が建設業界とかで金稼ぎ、万博とかで、でオリンピックとかでっていうことじゃ、これじゃ話にならない。だから僕のような年齢層の人間たちへね、まあ特に僕みたいに世界中の政府上層部で名前がある程度通ってる人間とかでね、お互い物事しっかり決めて、対応するべきだと思います。そうじゃなかったら無理ですよ。そんな老人の人たちはあんまり仕事場に混ぜたら無理です、本当に。まあ、岸田さんの場合はその実力はあるないじゃなくて、そこは余計にがんじがらめになってると思うんですよ。だからそれが一回自民党から立憲民主党に変わらなきゃならない、もしくは維新の会に変わらなきゃならない。ただし維新の会はすでに万博に関わってしまってるから、そこで維新の会が大きく舵を切れる方向があるとするのであれば、万博を招いたのは失敗でしたと、それを正直に言うことですよ。
で今後我々は、万博を万博について一切反対しますと、今はエネルギーの残存の問題ですと、まあ、そういうことを、まあ、立憲民主党の人たちも、まあ、そういうことを言いやすい立場だと思います。ですので、まあ、その辺のところで対応するべきであって、まあ、テレビ局にねやっぱり議員さんとかが話しに来るっていう内容で、そのエネルギーの残存量問題とかをしっかりと平気で話できるような人たちが来てくれたらいいんですけども、名前を書いたりしてテレビに出るっていうのはそれはやっぱりまずいですね。偽名使ってるわけですから。なあもう今、まあ、最高裁判所とかでもいろいろあるとは思いますけども、世界中皆さんね、あのエネルギーの残存量問題的絞って、で、僕はまあ海外の、ね、人たちにも厳しいこと言ってますけども、その三振党以内の請求でね、スタジアムの建設費用だとか体育館の建設費用とか、返済してくださいと、三振党以内の請求で、で、スポーツ選手の方は使用料を払って返済していくと。で消費税をなくして、だからね、消費税の概念ってエネルギーをたくさん消費するから消費税なんですよ。っていうことはですよ、富裕層の人たちがエネルギーをたくさん消費するんですよ、どうしても。で、まあ、ある程度お金を持っていたとしても、その旅行など滅多に行かない、よほどの被災地とかね、そういう災害地の何かの目的のためにね、世の中を良くするための目的の旅行以外でも旅行してる人たちって、まあ、結構いらっしゃるわけじゃないですか。僕も若い頃、正直そういう旅行ありましたよ、スノーボードの旅行とか。それは今考えたら、その若いがゆえに、エネルギーの残存量問題とか無知であって、もう今後そういうことをしてはならないなと思って、もう10年ぐらい前ですかね、スノーボードとかの一式、そのもともと板ごと買ってたんですよ。スノーボードのね、スキー場行って買ってから行ってからびっくりしたんですけども、現地で借りれるんですよ。でそんなにしょっちゅうスノーボードなんか行くわけじゃないから、遠いですから、だから現地で、借りればよかったものを、結局そのスノーボードのね、一式ブーツとかも、それは結局売ったか捨てたか、捨てたような気もするんですけどね。結構もうみんな同じルートたどるんですよ、人生何が余計だったかなっていうことを考えたら、スキーとかスノーボードとかは余計だったと。もともとそういうのは東北とか北海道の人たちの冬場のね、自分の家からそう遠くないところに、行って、行うものであって、これはね、やっぱり関東とか関西から南の方の人たちで楽しむようなものじゃないですよ。まあ、兵庫県に限っては、まあ、京都もそうだと思いますけども、北の方のところの人に関してはそこそこ家から近かったらっていう部分はあるかもしれませんけども、けどね、もうこの人口の数とか本当の実態が分かってきたら、余計なものが多すぎたっていうことになるんですよ。これだけ漫画、アニメ、ゲーム、音楽、映画とかがね、たくさん普及していて、そちらの方でお金使ってもらった方が、エネルギーの消費がすごく少ないんですよ。自家用車を持たないでね、みんな電車バス徒歩で移動して、車を作るのにものすごくエネルギーがいるんですよ。金属を掘り出して加工してっていう、それまでの過程とそこから先、自分が人生で、まあ、何千キロ走ってきただとか何万キロ走ってきただとかで消費してきたガソリンの量が分かるわけじゃないですか。だからその辺のところでね、誰が、大人だったかっていうところ、だから人によって、大人の意味定義っていうのが、昔だったらその20歳超えたら成人だっていう考え方でしたけども、そのまあもともとその当時からその20歳超えて、例えば、まあ、22歳で、法政学科とか、法学部を卒業したからといって社会出たところでよちよち歩きなんですよ。自分でその仕事に関わってみなかったら、その仕事のことなんかよくわからないし、社会の仕組みまでしっかりたどり着かないんですよ。分かったつもりになって学校の勉強で、そこが一番厄介なんですよ。 NE の残存量問題とか、政府上層部に、いやこれ違いますよっていうことをビシッと言えるかどうか、
で、その天下りの人間がね、建設業界とかに入ってきて、スポーツ業界とかで、もともとその政府上層部の議員のその息子とかがそのアスリートとして日本代表の選手になったりとかしてる例もあったと。だから癒着、富裕層の癒着がひどすぎた。だからいつまでたってもそれが改善できないんですよ。なぜなら自分たちの中で仲間内の意識があるから文句言いにくいんですよ。他の人たち全員敵に回すような形になったら怖いから。だから僕みたいな、自由にものを言える、それも世界中で政府上層部に、まあ、パイプがあるというか、まあ、認識力を持ってもらってる、まあ、結局、まあ、テレビとかその、ね、テレビに向かって伝える方法とかでもうそうですけども、さまざまなことを伝えてると。で、世界中の、まあ、アスリートの人たちの中でも淡井圭介という存在の認知度は高い、まあ、天気の世界とかも含めてそうですね。今日も昼間は、晴れてたんですけども、昼前ぐらいから曇り、多分日本全体で今日そうだったんじゃないかなとは思うんですけども、これ何してるかって言ったら、もう今の時期まで来たら気温がね、今日、日中25度ぐらいあったんじゃないですか。エアコン使用されるんですよ、商業施設とかで。自宅でまだエアコン使うような人はなかなかいないと思うんですけども、これでもしね今日完全に晴天だったとしたら、かなり気温上がってたと思います。だからそうなってくると自宅でまでエアコンを使われ始めたりだとか、だその辺のところは正直言ってね、太陽、今の現状では太陽光パネルに頼るぐらいだったら曇り空にした方が早いんです。もう昔からそうですよ、僕はそうしてます。だからそれは僕の元々の設定であって、まあ、昨日も遊んでないですし、まあ、今日もまだ遊んでないですね。まあその辺のところまで、皆さんご理解していただいて、正直まあ若松さんもう仕事降りてもらった方がいいと思いますよ、年齢的にも。でその名前見たところ若松塾と関係があるのかどうか、そのこの辺もね塾はたくさんありすぎたんですよ。で何件か塾がなくなって、その後新しく何かテランとか入っても無駄なんですよ、ほぼほぼ。その後内科とかは、再び入ったりしてるんですけど、それずっと行ったり来たりなんですよ。 Z 会ができたりとか、その後内、その Z 会の前が内科だったのか、 Z 会の後が内科だったのか、内科が先か Z 会が先だったのか、もうずっとそれ前後してるんですよ、何回も。そういうことをこの町でずっと繰り返してる連中がいて、金を回し合ってる。だからまあ美容院とかもそうですね。だからもういらないところが本当に多すぎる。だから売り上げがないから髪の毛染めさせたりだとか、パーマとかね、しなくてもいいようなことでお金稼ぎをしようとする。でそこにはエネルギーの残存量問題があるから、あと海洋基本法違反とかもありますから、しちゃダメよっていうことになるんですよ。だからその辺のところで、その髪の毛切りに行く人ね、お客さんにも責任があります。もうこれだけ何回も言われても同じようなことしてたら、もうそれはもう大人じゃない。もうその辺のね、うるさいマフラー音の暴走族みたいな連中と大して変わんないしてること。髪の毛染めたら不良っていう定義ですから、これは学校教育で習った内容であって、それぐらいね、根性なくてもできるはずなんですよ。根性ないやつほど根性あるふりして髪の毛染めたがって蒸れるんですよね。根性あったら一人で行動できるでしょ。気合と根性は根本的に足らない。もちろん政府に何かね、物言うっていうのはそれは怖いと思いますよ。僕みたいにな一部特殊な人間じゃなかったらなかなか難しいと思います。例えば自民党とか立憲民主党とか維新の会とか、全部もともと話したことあるような人たちが、代表になってますから。橋下徹さんもそうですし、公明党だったら山口さんもそうですし、だから歴代の総理で言ったら鳩山由紀夫さんとかもそうですし、麻生太郎さんもそうですし、安倍晋三さんもそうですし、岸田さんもそうですし、菅さんもそうですし、自由に忌憚のない意見を言える人間がいなかったら、それも天皇家に対しても、
そうじゃなかったら宮内庁の中にどんなやつがいるか分かんないでしょ。だって売春防止法できなかったの1956年ですよ。政府上層部で今でも野放しにしてる連中がたくさんいたと。淡井圭介からの通報がなかったら動かない連中が多かったと。やっぱりそれ仕事できてるとは思えないでしょ。で、老人の警察官を、盾にするっていうのはそれ違うでしょ。特に僕と同じぐらいの年齢の、まあ、今年で47歳なんですけども、その年齢に近い人たちがしっかりと根性あるとこ見せんかったら、あ、もうダメでしょ。まあ、ちょっとね、証拠申し出書とか今作成中です。作成中ですので、一旦まあこれぐらいにします。